ゆっくりしていってね。新世界から来たラグミミレです。霊夢です。マリサだぜ。にゃんこ大戦争始まるよ。なんかバトル猫の解放を裏でクリアしたら、なんか猫たちの解放が出てきました。早速挑んでみようと思います。いざ行かん。相変わらずこの城ですね。おそらくこれをクリアすれば魔界編が解放されると思います。おお、同時に出てきた。まずは悪魔猫像くんを倒すか。気を抜くなよ。こいつ自体の攻撃はそんなに強くなさそうですね。まずはカリファちゃんで行こうか。一個またシールドを貼る。ちょっとバトル猫が厄介。多分カリファちゃんバトル猫に、悪魔バトル猫に射程負けしてると思います。うわー、悪魔バトル猫の後ろに下がりやがった。これがちょっと厄介なんだよね。シールドが壊れたよ。やばい、カリファちゃんやられそうになっとる。カリファちゃんが不利ですよ。よし、悪魔猫像くん倒した。黒顔を出すか。それがいい。さあ、カリファちゃんに代わって黒顔が近づいてきております。大凶の向きやすいようにダメージ蓄積しておこうか。さあ、シールドが剥がれた。ちょっと攻撃が上がったぞ。レッパも厄介だからな。悪魔タンク猫のね、レッパ。でもこれ全然取り巻きがないからね。お金全然たまらない。カリワちゃん刺激できるようになったけど、ここはカリワちゃん出さん方がいいな。ナースちゃん出しておこう。お金貯まったらね。よし、倒した。さあ、どうだ。オッケー、撃破。あとは城をぶっ壊すだけですね。取り巻きが全然出てこないなら、壁は出さなくても大丈夫そうだね。はい、魔界の扉侵略完了しました。お、出ました、魔界編。ついに来ました、魔界編。チコッと試しに挑んでみようと思います。いざ行かん。おお、 BGM が悪魔城の効果でレベルが封印されている。おお、出ましたね、デビルマン。シールドに注意だぜ。やばっ、普通に、こいつ普通に強い。大凶の向き足頼む。君に託されてるんだ、大凶の向き足。数が増えたよ。いやー、マジか。おっ、結構お金貯まったぞ。お金的に水着カリファちゃんか。よし、なかなかいい感じだ。
オッケー。拾壊すだけか。普通のワンコもいますね。それが悪魔城だ。早く壊せ。壊せ。やっぱり弱体化させられていますね。全然ダメージが入ってない。はい。悪魔城破壊し、レベルが一部解放された。なるほど、次からレベル2で挑めるってことでいいんでしょうかね。なんか出てきた。なるほどね。なんとなくわかりました。では今回は以上にさせていただこうと思います。ご視聴ありがとうございました。夢で会いましょう。